水戸駅。水戸駅は、茨城県水戸市宮町一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、日本貨物鉄道、JR 貨物、鹿島臨海鉄道の駅である。JR 東日本、JR 貨物の常磐線、JR 東日本が、第一種鉄道事業、JR 貨物が、第二種鉄道事業、JR 東日本の水郡線。 鹿島臨海鉄道の大洗鹿島線が乗り入れている。JR としては、常磐線を所属線としている。また、昼間時間帯を除き、友部駅を終点とする水戸線の一部の列車が、同駅から常磐線経由で東駅へ乗り入れている。水郡線と大洗鹿島線は東駅を起点としている。常磐線で運転されている特急、日立、時は、 土浦駅発着を除くの全列車が停車する。直営駅、駅長、助役配置となっており、臨時駅である快楽園駅を管理する。島式ホーム4面8線を有する地上駅。ホームは1番線から8番線まであり、2番線と3番線、4番線と5番線の間に、各1本の抽線が、8番線の南側には、貨物列車用の8本の側線がある。 1>, 1番線と8番線はホームの東側、改札入場時の前方しか使用しない。特に1番線は東側の階段の手前で線路が行き止まりになっている。上番線は上下のいずれも3から6番線に入線できる配線になっている。各ホームにはエスカレーターエレベーターがある。なお、JR 水戸駅の事務官高度は42万1116である。 橋状駅舎を備え、港内北側には七階建ての駅ビル、エクセル、南側にはビッグカメラを確定なんととした駅ビル、エクセル南がある。自動券売機、多機能発売機、指定席券売機、緑の窓口、スイカ対応自動改札機が設置されている。JR 東日本と鹿島臨海鉄道は、改札を共用しており、鹿島臨海鉄道の改札業務は、 JR 東日本に委託している。以前は7.8番線ホームとの間には中間改札口が設置されており、7番線から発車する特急列車に有効な特急券、または大洗かしませんに、有効な乗車券類を所持していないと入場できなかったが、現在は撤去されている。中間改札廃止後も自由席特急券を発売する出札小屋が残っていたが、 特急の全車指定席化により閉鎖、撤去された末期は JR 東日本ステーションサービス委託。また、ここにはスイカの簡易改札機が設置されており、JR 徳島臨海鉄道総合間の乗り換えの際にタッチすることで改札外に出る手間を省略できる。校内の上の方に JR 貨物田畑機関組と派出の機関車、留置線がある。また、 貨物駅の南側には2番線につながる水戸運輸区の水軍専用車両留置線がある。かつては8番線の南側に旅客電車用の電流線があったが、水戸駅南口土地区各整備事業により2006年3月18日に内原駅西方の内原電流線に移転し、跡地には駐車場が整備された。改札工場部の発車表は、 2007年1月26日よりフルカラー LED 式に交換された。7.8番線ホーム東よりにはかつてフレッシュ日立で使用されていた E653 軽車両を模したニューデイズが設置されている。下部の色は計30万1305編成の色である快楽園の梅をイメージしたスカーレットブロッサムである。2013年3月16日以降 E653K での運行はないものの、そのままの姿で営業を継続している。2014年9月から2015年3月にかけて改札内リニューアル工事が行われた。当駅は新宿駅、渋谷駅、仙台駅に続き JR 東日本で4番目の発車メロディ導入駅で、当時の新宿駅と渋谷駅と同様にヤマハが制作した曲が使用されている。 新宿駅と渋谷駅は放送機器更新に伴って当初のメロディは消滅しておりヤマハのメロディを継続して使用しているのは当駅のみである。国鉄時代から太平洋館、柴田や弁当部、鈴木屋の3社で長年にわたり駅弁を製造を販売していた。2000年以降太平洋館、柴田や弁当部が撤退、鈴木屋は 飲料弁当などの目玉商品があったが、2010年に廃業した。その後、2011年に、水戸市内で飲食店を運営する業者、島田が、んがと、新たに駅弁を開発し、日立の国比未帰港、うし豚弁、磯弁、昔おにぎりの五種を販売し、2013年10月には、飲料弁当が復活した、大洗駅の駅弁や、お弁当の万年屋、麹屋が販売。 この他にも、あの駅弁、東京駅、新宿駅、大宮駅、品川駅、千葉駅、八王子駅と同じも販売しているほか、日立中市にある、大水の又部屋、又たべやきさばすも販売している。主な駅弁は、下記の通り、JR 貨物の設備は、旅客ホームから1キロメートルほど西側の、水戸市上番町6234、ちなみ小付近にあり、 三面四線のコンテナホームがある。二0線は二百メートルほどと短い。また、一線のホームは、上屋付きの貨物ホームとなっている。二0線は、旅客ホーム付近から快楽園駅東側へ伸びる、引上げ線より、旅客ホーム方面に向かって分岐している。駅構内の貸し入れ替えと、駅業務は、福島臨海鉄道が受託している。 2012年3月のダイヤ改正で、定期貨物列車の停車がなくなり、ミト・オフレルステーション、略称、ミト・オースが開設された。2014年3月15日改正時点では、土浦駅との間でに往復のトラック便が運行されている。史跡、名所、宿泊施設、商業施設、公共施設、観光所、 教育施設、郵便局、史籍、名所、宿泊施設、商業施設、公共施設、観光所、教育施設、一般路線バスは、茨城交通、関東鉄道、関鉄グリーンバス、JR バス関東の4社が乗り入れている。少し離れた、中心街、泉町、大区町方面へは頻発運転している。茨城大学前方面、常磐大学、赤塚駅方面。 快楽園方面、県庁方面も本数が多い。長距離路線では、白里町、日立大宮市、東海村方面、茨城町方面へ向かう路線もある。北口に、茨城交通と関東鉄道の窓口、南口に JR バス関東の窓口があり、路線バスの定期券や回数券などを、販売や案内を行っている。 3番乗り場、4番乗り場、5番乗り場、6番乗り場、7番乗り場、8番乗り場、9番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場、5番乗り場、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。